でしょう。会社の同僚を殴ったらパワハラ扱いされたと。はい、話を聞きましょう。はい、この前女のパートのおばちゃんが仕事をしないので頭に来て頭を殴ったら会社の上司に報告されてパワハラ扱いされたと。で、その後どうなったんです？はい、自宅謹慎処分を食らって家に謝罪しに行った時にもう一発殴ってやって恐喝して金を脅し取ってやったと。そりゃね、犯罪でしょ。で、その後どうなったんです？はい、そのまま通報して警察官に取り押さえられて傷害事件で懲役5年になったと。あれですか、パワハラで上司にチクられて警察にその後チクってチクられてしまったと。そりゃね、自業自得。